Cristo の恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。皆さん、神聖な祭りを祝う前に私たちの犯した罪を認めましょう。打ち砕かれた心癒すために使わされた主よ、憐れみたまえ。罪人を招くために来られたキリスト、憐れみたまえ。父の右の座にあって私たちのために取りなしてくださる主よ、憐れみたまえ。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。祈りましょう。恵み豊かな神よ、あなたを仰ぎ見る民の心からの願いを顧みてください。私たちが何をなすべきかを知り、果たすべき使命を全うすることができますように。聖霊の交わりの中で、あなたと共に悠々に生き、支配しておられる御子私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。ヘブライ人への手紙。神はかつて、預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の相続者と定め、また御子によって世界を創造されました。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお付きになりました。御子は天使たちより優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。一体神はかつて天使の誰に、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われ、さらにまた私は彼の父となり、彼は私の子となると言われたでしょうか。さらにまた神はその調子をこの世界に送るとき、神の天使たちは皆彼を礼拝せよと言われました。神の言葉。
Majima wa sakemi o age yo. Kami wa kumoto kiri o shitagae. Segito sabaki ga osa o sasaeru. Kimete, Yusama ni stagau koto wa,
このいとりとり、この道のように私たちもイエス様と共に歩むことになります。今日のミサで私たちの一人一人のこの召し出し、使命、また信者である道を、イエス様の道を選んで、また選ばれたということを感謝しながら、日常生活をこの年収になって、緑になって、私たちもイエス様と共に歩むことができますように、忠実にこの人たちのように、失敗としても、起き上がって、イエス様に従うこと、またイエス様の言葉は、悔い改めなさい、福音を信じなさいということを、いつも毎日私たちのこの言葉を集中になって、このミサを捧げたいと思います。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。聖なる父よ、あなたの民の捧げ物を顧みてください。この遺跡に預かる私たちが神の霊に強められ、祈り求める恵みを受けることができますように、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。主は皆さんと共に、心込めて神を仰ぎ、聖なる父、全の永遠の神、いつどこでも主キリストによって、賛美と感謝を捧げることは、誠に尊い大切な務めです。あなたはキリストのうちに全てを一つに集めることをお望みになり、その満ち溢れる命に私たちを預からせてくださいました。キリストは神の子でありながら自分を虚しくし、十字架の血によって全てに平和をもたらして、あらゆるものの上に挙げられ、従う全てのものに永遠の救いをお与えになります。神の御子あがめ家の敬うすべての天使とともに、私たちもあなたの栄光を終わりなく褒め捧げます。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天使に満つ、天の糸高きところにほさんな、褒むべきかな、主の何よりできたるもの、天の糸高きところにほさんな。まことに尊くすべての聖世の源である父よ、今聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。みなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。みなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。
信仰の神秘、主の死を思い、復活をたたえよ、主が来られるまで。私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教トマサクイナスマイダーマンヨとパウロサカエトシヒロ、すべての教育者をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。また、復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟とすべての使者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお、私たちを憐れみ、神の母乙女マリア、シヨセフとしと、すべての時代の聖人と共に、永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は悠々に至るまで。アーメン。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残す。私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に。神の子羊、世の罪世の底たも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪世の底たも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪世の底たも主よ、我らに平安を与えたまえ。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧。あなたを置いて誰のところに行きましょう。
祈りますよ。全能の神よ、慈しみをもってあなたの民をお守りください。遺跡によって力づけられた私たちが、日々の行いにおいて、御旨を果たすことができますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。皆さん一人一人、このミサに共に祈ってくださってありがとうございます。主は皆さんと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。感謝の祭を終わります。行きましょう。主の日はのうちに。神に感謝。